こんにちは、ロックンロールベイダー教でーす。ね、最近なんか梅雨に入ってね、毎日雨ばっかでね、困りますね。ちょっとね、夕立もすごいしね、今日もですね、夕立来てますけど、雷鳴っておりますけどね。6月16日水曜日、ワンニャンスクラッチ、シャムラッキー3、出ましたので、早速朝一番で買ってまいりました。はい、さてですね、どうですかね、猫ちゃん可愛いですね、シャム猫ね、これでラッキーね、な感じをですね、届けてくれるとね、いいんですけどね。このやり方的には、左の赤枠ですね、中をすべて削ってくださいと。出た絵柄が右の通りになれば当たりで、その絵柄に応じて右の当選金を受け取りますということです。まあこんな感じかな。猫ちゃんが出れば、3個出れば1等で50万円。ね。これ何でしょうこれ。お家みたいのかな。3個出れば2等で10万円。ね。から、キャリーバッグ。で、3個で3等1万円。ね。餌のボールかな。ボールが3個出れば4等で1000円。毛糸ですかね。毛糸が3個出れば5等で200円ということですね。はい、後半5枚買ってまいりましたんで、猫ちゃんね、よろしくお願いします。はい、そして今日も梅雨ですが、ベーダー教に来ていただいておりますので、ぜひですね、お力をお貸しください。フォースとともにあらんことよろしくお願いします。はい、そして天下の宝刀ライトセーバー、こちらですね、幸運を削っていきたいなと思っております。はい、では早速削っていきましょう。さてさて、どうですかね。まず左上からいきますね。左上ですね、6個だから、そうかそうか、3個出ればいいんだよね、同じ柄がね。はい、1つ目はお家ですかね。はい、お家だから、これがあと2個くれば10万円になりますけどね。さあ、どうでしょう。またニコニコの法則でしょうか。お、幸先よく2つきましたよ。ね、2つまでは来るんだけどね、あと1個だよね。あと1個くればね、10万ですけどね、どうでしょうね。左の真ん中。ケイトですね。はい、5等でございます。200円ですね。じゃあお隣はどうだ。管理行動があってからの、おケイトが2つきましたね。ってことは、あとどっちかで家かケイトが来れば、まあ10万か200円かということです。落差が大きいですね。今左下行きましょう。どうかな、ちょっと形状が違う気がするな。これはボールでございますね。4等の1000円ですね。さてさてさて、じゃあお家か毛糸かだね、最後がね。くれば10万円か200円と。ちょっとこれ違うかな。ボールかね。やっぱり22だよね、これね。うまいこと入ってますよね。2個ずつでございました。ね。はい。じゃあ、頑張って、次、2枚目いってみましょう。はい。はい、2枚目でございます。じゃあ、左上からいきますよ。2個までは来るんだよね。お、猫ちゃん来ましたよ。シャム猫ちゃんが。ちょっと絵の猫ちゃん不細工ですけどね。さあ、50万円です。あと2つくれば。お隣行きます。この猫ちゃん来るんじゃないかな。ほら来た。さっきと同じパターンというね、感じもしますが。さあ、あと1つくれば、1等の50万円ですよ、猫ちゃんね。さてさて、じゃあ真ん中行きますね。
真ん中は何かな。猫ではないね、これもね。あ、毛糸でございますね。5等の200円。いや、まだ3つあるからね。猫ちゃんが来る可能性もないでもない。ああ、これはちょっと餌のボールでございましたね。まあしかし、わかんないね。どっかに猫ちゃんが来るか、ボールがあと2つ来るか。ね、したら1000円だし、毛糸が2つ来れば200円だし、まだ望みはあります。さて、隣どうでしょう。管理行動からの、お、猫ちゃんは来ませんでしたね。しかしながら、もう一個来れば4等の1000円になりますね、これね。どうでしょう。どうかな。ちょっとこれは違うな、毛糸か。さっきとちょっと配列が変わっただけですね。ね、斜めに変わっただけですね。残念、ニコニコでしたね。ちょっと期待がね、50万の期待がありましたね。はい、続いて3枚目いきましょう。左上からいきますよ。左上からいきますよ。お、なんかバッグが初めて出ましたね。これは3トン1万円ですね。あと2つくればね。じゃあお隣。これはなんだ。お家2等10万円。あとそれぞれ2つくれば1万円か10万円。10万円がいいな。と思いきや5等の毛糸が来てしまいましたね。まあ、どっちにしてもあとどっちかの絵柄があと2つくればね、何かしら当選しますけど。お隣、お、毛糸が2つですか。うん、あと1個くれば200円だし、これが2つくれば10万だし、バッグが2つくれば1万円ですね。さあどうすかね。左下、ん、お、バッグ来ましたよ、バッグ。ってことは最後にバッグが来れば1万円だしね、毛糸が来ればまあ200円ということですけど、さあどうですか。管理行動からの、いきなりもダメだ。お家ですね。はい、真ん中が横で並んで、今度はね、斜めの感じ、一つ空いてね。まあニコニコでしたね。だね。それでは気を取り直して、あと2枚しかないので4枚目ですね。4枚目、こっちから来ますから、今度右の方から。まあ同じですけどね。お、猫ちゃん来たよ。はい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 、縦に行こうか。真ん中、お家ですね、お家。50万と10万ですよね、の絵柄です。下が、お、10万のお家が2つもうこの段階揃いましたね。まあ猫ちゃんもあと2つ来る、お家があと1個くればね、50万と10万ですよ、これ。左上から、猫ちゃんか。お、なんかいいですね。あと1個ずつくれば50万か10万ですよ、これね。あと1個ずつくればね。どうすかね、と思ったら毛糸くんないね、これね。まだ来ません、まだ分かりません。このなんかちょっとこの上のこれに似てるけど、あら、予想が当たってしまいました。毛糸が来てしまいました。しかしあと一つわかんないですよ。猫ちゃん来れば50万円ね、お家が来れば、お家かどうかわかりませんが10万円ですよ、これ。どうだろう、まだ来ないよ。ん、
これはどうかな、上の感じも丸い感じもするけどと思いきやの毛糸がなかなか最後は来ませんね。これね、ちょっと期待がね膨らみましたけどね、毛糸とかっちゃったね最後ね。まあしょうがないね。じゃあラスト1枚、5枚目でございます。気合を入れてこの左上から縦にいきましょう。左上はまず毛糸です。はい、真ん中管理コードからの、はい、お家が来ましたね。2等の10万円ですね。でここがなんだろう、ああ結構分かれたね。猫ちゃん200円、10万円50万円とね。しかしあと2つ何か来れば何かしら賞金になりますわ。で猫ちゃんの隣毛糸か、いやまだ分かんないね。この2つに猫ちゃん来れば50万、ここにお家来れば10万、まあ毛糸があと1個来れば200円と。なんかもうこの際200円まず確保したいなーって気にね、ちょっとねなっておりますけど、そんな弱気ではいけませんよね。どうでしょう。あ、バックだな、バックか。ちょっとニコニコパターンではないね、これね。分散しておりますね。ってことはもうあれじゃないですか、ケイトが来てまあなんとか後藤かなってことだね、これね。あとはもうどうしようもないもん。あ、来ましたね。ありがとうございます。とりあえず200円。後藤はね、ゲットしとかないとね。とりあえずね。5枚削りましたんでね。はい。では、毛糸が1、2、3なので、まあ後藤の200円とね。まずゲットいたしました。ちょっとね。3枚目ちょっとね、期待しましたけどね。4枚目か。50万と10万ね。これね。なかなか3つ目が来ないね、これね。なかなか。あ、猫ちゃんのマークもよく見ると可愛いですね。はい。本物が可愛いですけどね。はい。じゃあ皆さんもね、削っていただいて、まあ、すぐ削れますんで、今回は。エースとかのね、ワンピースクラッチと違って。ぜひですね。幸運をゲットしていただきたいなと思います。ね、皆さんに幸運があることをお祈りしております。他にもスクラッチね、再生リストにたくさん上がっておりますので、よろしかったらそちらもご覧ください。まあ、他にもロックライブとか、スターウォーズフィギュアとか、車中泊とか、ペットでエビちゃんとか上がっておりますので、よろしかったらね、そちらもご覧いただければなと思います。ではまたですね、また次はまた来週ですかね。来週の水曜日また出るのかな、また削っていきたいなと思いますので、またご覧ください。どうもご覧いただきありがとうございました。ロックンロールベーダー教でした。皆さんお体ね気をつけてお過ごしください。